ほんじゃ俺上がるから。明日な。じゃあね。本当に大丈夫なのかね。あの若者たちを放っておいて。ご心配なく。大丈夫です。彼らの日常、戦いの中にあります。ビースト振動波。彼らが何を思い、何に迷ってもビーストは現れる。彼ら戦わねばなりません。一つの巨大な敵を前に退く場所もなく、失敗も許されず。市長ですから、それぞれがたとえどんな秘密を抱えていたとしても、決してお互いを裏切ることはありません。それが結果的に最もコントロールしやすいのです。あれはリザリアスが変化してる。発射。リザリアスを強化させたのか。コモン、一気に叩くぞ。了解。ストライクバニッシャー、シュート。ってやつだ。ウルトラマンの攻撃パターンを予測してる。あのビーストはレンの戦いを学習している。副隊長、さっきはどうもありがとうございました。どうしてあなたが礼を言うの？戦いは攻めるだけでは勝てない。有効な攻撃をするには自分のダメージを最小限に抑える必要がある。なのにあの青いウルトラマンは自分の身を守ることをほとんど考えていない。なぜあんな戦い方をするのか理解できないわ。君と僕は海まではたどり着けない。僕たちは見つかる。それっていくつもある未来の一つなんだろ。って言葉、何か思い当たることない？ラファエル、ここにいると忘れていられるような気がしていた。ユウ、俺にはもういくつもの未来はない。俺にあるのは変わりようのない一つの未来だ。それでも俺はその時が来るまで戦える。